中町で芥川さんというカラオケ屋さんをやってますんでね、ダムのカラオケランキング、2016年間8年連続で30位以内に入っていた歌、これもねほとんどダブってるんですけど、1位が残酷な天使の手、2位が小さな声、3位がちょっと変わりますので、奏でですね、微妙なとこがね、分かんないと思いますよ、カラオケ屋さんなんでね、ランキングにはちょっと厳しくいってみましょうかね、ということで、歌われましたけど、最近はね、さすがにね、いつでもあんま歌われませんね。多分ね、歌いすぎて、皆さんが飽きちゃったんじゃないかなと思うんで、一人でも歌ってみましょうかね。